じゃないの。いいじゃないの。あらあら。金明館名物自動販売機コーナー、あなたのステーション、仲良くしてねって。ね。喧嘩が起きるのかなここで。なんか争いがある場所なのかもしれないですね。多いね、ここは。自販機が、あ、これラーメンとうどんとそばのやつで、お菓子の自販機があって、まあこれはまあ普通のジュースの自販機かなあ。懐かしい、ガムの自販機、これ動くのかな、どうなんだろう。比較的に新しいやつなんだけど、あ、トイレまである。あ、すごいゆったりできるねここは。お弁当屋さんも一緒にやってるってことなんでしょうね多分。まあ、まだね朝早いんで今の時間は多分やってないと思うんだけども、まあ、唐揚げが、まあ、名物のお店みたいですね。こういう自販機あんまり買ったことないけど、あーでもこれちゃんと袋がかさばらないように引っかかったりしないように輪ゴムで留めてあるんだね。なるほどね。はあ、考えられてるね。コテロングでももらうかな。お、あ、全部コテロング。おお、あ、こうなってんの。あ、なるほど、こういう感じで取れるわけですね。秒差、おお、なるほど。じゃ取れなかったら、そうそう、速やかに取らないとダメなんだなこれ。危ない危ない。せっかくなら、まあ、ラーメンと肉うどんを。いや今日のね我々の朝飯です。はい、ホテルではねご飯食べてこなかったので。じゃあラーメン、あ、お金入ったよ。はい、じゃあラーメン、はいラーメン、はいよ。お、え、25秒でできんの。そんな早いのか。っていうか、あ、こっから出てくるのか。いやいや、実物ね全然見た記憶がないので。ちょっとわからないな。お、金ってなったな。おいいのか。お、あ、上が熱いのか。絶対に触らないでくださいって書いてある。触らないでくださいって書いてんだけど。まあ触らないと取れない。おお。こんななってんだ。胡椒がある。ああ、胡椒と割り箸が入ってる。じゃあいただきましょうか。はい。そこにいるが。うん。本当だ。あ、もやし。もやしとメンマと。チャーシュー、おお、結構いい。と茹でた、あ、ネギもちゃんと入ってる。ラーメンだ。すごい。意外とちゃんとしてた。屋外でこういうの食うのはいいな。そこだと美味しい。このまとまってるのもいい。しかし、あ、でもちゃんと手作りっぽいやつだね。作ってある。そうだね、こういうねベンチとこの灰皿と、すごい味があるねこれは。肉丼、肉丼、どんなお肉が入ってるのかね。気になる。ちゃんと新しい500円玉使えるね。使えるかな。お、使える。すごい。さあ肉丼、はい。こも25秒ぐらいのお早いな。10秒刻みね。おっと早い。おお見た目は素うどんですが、そうね、ここはね割り箸と、まあうどんだから七味かな。熱いね結構。プラスチックだから。私は本当ね、うどんの方いただきます。私はね、すごい透き通ってる。うん、ああ、綺麗な色。うん、すごい。やっぱ関西の方はね、こういう透き通った出汁でしょうか。肉うどん、あ、ちゃんと肉入ってますね、ちゃんと。うん、肉と天かすとネギかな。ああ、結構いい匂いするね、これ。あ、牛肉なんだね。うん。西は牛肉文化でしょう。まずお出汁からいただきます。甘い感じの。甘辛。ほんのり甘い感じの。だけど、うん、青森のやつみたくふにゃふにゃって感じではなくて、ちょっと芯のある感じのソフト麺だ。熱々。うん、熱い。美味しい。食べるっていうのがすごくいいね、これは。いや、本当ね、350円だけども、もうそれ以上のね、贅沢なうどんですよ、これは。美味しい。なかなかやっぱメンテナンスが大変なんだろうね。今までね、これあれだったんですよ。直しに来てたんですよ、今日。もう壊れてね。これで先ほど直って。ええ、ほんとラッキーだ。いや、ラッキーだな。ちょうどいい時に。